をさせていただきます、えーと。データアナリティクス事業本部の、えー、玉井と申します。普段は大阪オフィスに働いておりまして、えー、とただですね、えー、と昨今の,あの新型コロナウイルスの影響でですね、えー、と弊社クラスメソッド一律出社が禁止になっておりまして、えー、と本日も、えー 私奈良県に住んでるんですけれども、えー、奈良県の家から本日のウェビナーを配信しております。ちょっと不思議な感じがするんですけれども、えー、よろしくお願いします。はい、じゃあえっと本編に入る前にこのウェビナーで改めてお話しすることとお話ししないことを先に皆さんに共有しておきます。 本日お話しすることはスノーフレークとは何かですねスノーフレークって実際何するものなのっていうところをお話ししますでその次に先にスノーフレークの細かい話をする前にそもそもスノーフレークって実際使う時どういう画面でどういうイメージで使うのっていうところを実際の画面を見ていただきますでたいイメージを使っていただいた後に実はスノーフレークってこういうところが特徴なんだよ とか後ろではこういう仕組みで動いてますよっていうところをいくつかピックアップしてお話しいたします逆に本日ちょっとあのお話ししないことできないこと触れないところに関しても先に説明しておきます。 えと本日お話ししないのは、まずスノーフレークの詳細な料金体系ですね。えー、ちょっとこちらはあの今回、スノーフレークの、まあ、そもそもスノーフレークって何っていう、えー、概要というか、一番最初のお話なので、えー、お金の部分は、えー、と詳細なところは触れません。えー、と,とりあえずあの重量課金 になります使った分だけのお支払いっていう製品になっているのであの最初の導入にいくらドーンってかかるっていうものではないということだけ知っておいていただければと思います次にセキュリティの詳細な解説なんですけれどもあの後でもご説明する通りスノーフレークはクラウド上のサービスの製品ですのでもちろんセキュリティはすごいしっかり施されているんですけれどもそれはセキュリティの こういうセキュリティ技術を採用しているという、ただの紹介だけになってしまうので、今回、詳細についてはお話しいたしません。ただ、セキュリティが全くないというものではありません。 あと、スノーフレークは複数のユーザーが使う前提の製品になっているので、ユーザーごとに権限の管理、もちろん機能としてはあるんですけれども、今回ちょっとの他にもっとお話しするスノーフレークの特徴の機能がありますので、ちょっと時間の関係上、権限の詳細なところの説明もいたしませんと。は 最初にスノーフレークをじゃあ使い始めるっていうときに5つのエディション、まあ、プランみたいなものですねから選ぶんですけれどもその細かい内容はあのちょっと今回も触れません、まあ、ホームページ見たら分かるっていうのもあるんですけれども、まあ、とりあえず5つ5段階のエディションがあってそこから選べるっていうところだけ知っていただければと思います各機能の説明をするときにこの機能はこのエディション 以上じゃないとダメっていうところはお話の途中でちょっと触れたりはします。その他、スノーフレークの細かいところは、えっとえー、触れません。あくまで最初のスノーフレーク初めの一歩っていうところの部分を本日はお話しいたします。はい、では、えっと、ちょっと前段が長くなってしまったんですけど、えー、ウェビナーの本編に入っていきたいと思います。じゃあ、そもそもスノーフレークって何ですかと。 というお話になるんですが、まあ、ウェビナーに申し込んでいただいている時点でちょっと調べていただいている方もいらっしゃると思うんですけれども、スノーフレークというのはまずデータウェアハウスですと。えっとまあ、データを入れて分析するところの、まあ、データを貯めるところになりますと。はい、で普通のデータベースと違って、あの例えば Web アプリケーションとかを開発するときの、まあ、バックエンドとして 使うデータベース、当然ながら使うと思いますけど、そういった用途ではなくて、あくまでデータを分析するための、データ分析用としてのデータベース、データウェアハウスの製品となっています。で、データベースがあって、スキーマを用意して、そこにテーブルなり、ビューなりを用意して、データをテーブルとかに入れて、 それに対して各種 SQL でクエリをかけてデータを分析するっていうのが基本的な用途になってきます。で、そのデータウェアハウスなんですが、それはクラウド上で動きます。えっと、いわゆるパブリッククラウドって言われているもの、AWS、Amazon の AWS、Microsoft の Azure、Google の GCP のいずれかで動いております。いずれかで動いてるっていうのは、 スノーフレークを使い始めるときに、えー、どのクラウドのスノーフレークを使いますかって選ぶところがあるので、そこで AWS か Azure か GCP かを選ぶっていう形になってます。えー、逆にできないのは、AWS と Azure をこうなんかまたいで使うとか、そういうマルチクラウド的なことは、スノーフレークは対応していませんので、えー、どれか3社のうちどれかを選ぶ形になります。また、えー、と例えば自社の サーバールームのこのサーバーにインストールして使いたいみたいなオンプレミスへの対応はありません。必ずクラウド上で動いているスノーフレークを使うことになります。はい で、クラウド上で動いているデータウェアハウスをサービスとして提供している、まあ、いわゆる SaaS、システムアザーサービスになっているので、もちろんハードウェアの管理っていうのはありません。あのハードウェアとかインフラは全部 Snowflake 社が管理しているので、ユーザー側が意識したり管理したりすることはありません。っていうのが Snowflake、まあの本当の一番最初のざっとした説明になります。で、 えっと、ここからスノーフレークの特徴を話す前にまずスノーフレークって実際どんな見た目なのとか、えっと、操作、どういう感じで操作するのというところを先に見ていただきたいと思います。やることは本当に普通のデータベースでもできるようなことです。これをスノーフレークでやるとどうなるかというところを見ていただきます。テーブルを作っ でそこに CSV のデータをロードして、えー、そのデータが入ったテーブルに対して、まあ、本当に簡単なあのセレクト文を、えー、実行するっていうのを、まあ、普通のデータベースでもできるのを、Snowflake でやるとどうなるかっていうところを、えー、見ていただきます。はいで、ちょっと画面の方を変えます。まず、えー、っとそうどっちからいこうかな。 先にまず、スノーフレークの画面の方を見ていただきます。画面を変えるので、ちょっとだけお待ちください。 はい。えー、っと、今、えー、ウェブブラウザの画面に、えー、共有を切り替えました。えー、っと、今、この画面に映っているのが、ス、え、ノーフレークの最初のログイン画面になります。スノーフレークを使いますって、えー、最初に申し込むと、えー、っと、その申し込んだ方向けの、えー スノーフレークのアクセス先のドメインと、えー、そこにログインするためのアカウントがもらえますので、えっと、それを使って、ウェブブラウザからログインします。あの先ほども言ったとおりあの、インフラとかの管理はありませんので、なんか別途、何かインストール作業とか、えー、なんかサーバーを用意しなきゃいけないっていう作業はありません。もういきなりドメインとアカウントがもらえますので、えー、まず、まずはログインをしていきたいと思います。 ログインすると、スノーフレークの画面に移ります。まあ、基本的にこういう画面ですと。はい。で、一番最初にやることはテーブルを作るんですけれども、ちょっとですね、デモ用の権限に切り替えますね。はい。 でえっとまあ、データベース、テーブルを作っていくんですけど、スノーフレーがこういう GUI を提供していますので、えっと、実はもちろん、標準の SQL、クリエイト文とかにも対応してるんですけれども、こういった形で、普通に、ねえっと、GUI で新しくテーブルを 作ることもできます、えー、テーブルの名前を入れて、どこのスキーマに作るのかを入れて、えーまあ、そのテーブルの内容なり何なりコメントに書いて、えー、カラムを、えー、こう追加していくと、名前と型をこうどんどん入れていく。こうやって、あのー、マウスと GUI で、マウスとキーボードでこうテーブルを作っていくこともできるんですが、ちょっとこれを今日デモで一からやってると、えー、時間が足りませんので、あのー ちょっと先ほど言ったクリエイト文の方でサクッと作っていきたいと思います。SQL を実行する場所なんですけどあのもちろん普通のデータベースみたいにあの Windows だったらコマンドプロンプトとか Mac だったらターミナルからあのクエリを実行することもできるんですけれども逆に、えっと、GUI の,の中で SQL を実行することもできます。 でちょっともう事前に書いちゃってるんですけど、まず、もちろん標準の SQL 対応しているので、クリエイトテーブル文をちょっと発行したいと思いますで。これを普通にここに書いて、ワークシートっていうメニューの、このワークシートのところにクエリを書いてですね、実行って押すと、テーブル EMPBASIC が作成されましたということで、テーブルが実際に作成されたのかどうかを見たいと思います。 えっとちょっと先に言うの忘れちゃったんですけど、タマイテスト DB というデータベースの下に、パブリックスキーマのところに EMPBASIC というテーブルを作りましたと、えー。まさに今作った時間になってますね。でまあ、カラムはこんな感じですと。でここに今度は CSV のデータを入れていきたいと思います。でちょっと入れる CSV の中身をちょっとだけ、えー、共有します。 入れる CSV はこんな形になっています。人の名前とメールアドレスと住所、どこに住んでいるのかと、ここに入った日付です、ね、のデータを入れたいと思います。またちょっと画面を切り替えます。はい、スノーフレークの画面に戻しました。 でここに CSV データを入れるんですけれども、ここにですね、テーブルをロードってちょっと日本語がちょっと変ですけど、テーブルにデータを入れます。そうすると、データを入れる画面が出てきますので、これに従ってデータをロードすることができます。でちょっとまずいきなり、どのウェアハウスを使用しますかっていう、ウェアハウスっていう聞き慣れない言葉が出てきたんですけど、このウェアハウスは後でちゃんとご説明しますので、ちょっと今はそっ 特にに触れずいいきたいと思いますでじゃあ、どのファイルをロードしますかって聞かれるので、まあ、普通に今回は私のローカル PC に入っているものを使います。先ほど共有した CSV を選んで、次へで。ちょっと今、ファイル形式っていうメニューが出てるんですけど、ちょっと今回のデモでは触れずにひとまずロードしたいと思います。 ロードすると、はいえー、CSV がこのテーブルに流し込まれましたということで、実際中身を見てみましょうと。ワークシートに戻りまして、テーブルを更新すると、このパブリックスキーはタマ、たまいテスト DB のパブリックスキーマの下のこの e m p ベーシ i c とテーブルのデータをプレビューってやると、よいしょ。 まあこんな感じで、ちょっとズームアウトしますね。よいしょ。はい。えー、この画面の下の方ですね。ここですね。ここに、はい。で、プレビューが出てきましたと。はい。で、もちろん、えー、テーブルに対して、えっ、ー、と、普通に各種セレクト文ですとか、まあ、アップデート文ですとかも、もちろん書けることができます。で、これもワークシートにここに書いてますので、やること一緒ですけど、 え普通にセレクト、そこのさっき入れたテーブルに対して、全カラム、全件取得しますよっていう、まあ、一番普通のやつ。でも普通に実行すると、はい、えー、結果が出てきますと。 いうことになります。で、普通の SQL が使えるのでえっ、ー、と他のテーブルとジョインすることとかもできますしえっ、ー、と普通にサブクエリカッコで囲ってサブクエリもできますしあのそのサブクエリの部分はウィズ q で外出しっていうまあ SQL で、えー、よくあるようなことは一通おりここに書いてできますと。はい。 特にあの今はスノーフレーク独自のところをそんなに喋ったわけではないんですけど、まあ、スノーフレークで普通にあの一般的なことをすると、画面上で一般的なことをしようとすると、こんな感じになるというところをお見せいたしました。でスライドに戻ります。よいしょはい スノーフレークの、まああれですね、画面のイメージ操作のイメージを皆さんに見ていただいたところでじゃあスノ、えーフレークのちょっと、えー、機,能機能とか、えー、構造アーキテクチャに関しての説明に入っていきたいと思います、はい、まずはスノーフレークのアーキテクチャの説明からしていきたいと思いますスノーーフレクは3層に 分かれているアーキテクチャ、三層アーキテクチャというものを採用しています。三層って何っていうお話なんですが、今図に映しているとおり3つのそうレイヤーがありまして、そのレイヤーごとに役割を分担して、スノーフレークは動いています。この三層の,このアーキテクチャがまとまったものが A、AWS、GCP でそれぞれ動いてて、ユーザー側は最初にどの Snowflake、AWS にするのか GCP にするのかというのを選ぶ形になりますと、はい。じゃあそれぞれのレイヤーは何をやっているのかというところに入っていきます。まずはデータストレージレイヤーですね。データストレージレイヤーというのは、えー、すごいざっくり言うとあのデータを 置いておく場所ですね。スノーフレークに、まあ、先ほど私デモで CSV をロードしてテーブルにデータが入りましたけどああいったスノーフレークに入ったデータは全部このデーーータストレージレイヤとというところに置かれますで。今回は詳しい説明はちょっとしないんですけれどもそこに置かれたデータはスノーフレークにとって最適化された形式マイクロパーティションというものに分割して置かれてます。 でえー、注意点としてはあのここに、ここに置いてあるデータに直接ユーザーが触れることはできません。例えば、FTP クライアントとかを使って、えー、そこのデータ置き場にアクセスして、データを置いたり持ってきたりっていうことにはできません。はいえーまあ、要は、スノーフレークに入ったデータは全部、このデータストレージレイヤーに置かれると思っていただければと思います。 次にクエリープロセッシングレイヤーについて説明します。クエリープロセッシングレイヤーはもう名前の通おり、クエリを処理するところになります。私が先ほどデモでめちゃくちゃ簡単なセレクト文を実行したんですけれども、あれは処理しているのはこのクエリープロセッシングレイヤーになります。でですね、デモでも出てきたんですけれども、 仮想ウェアハウスというものが動いているレイヤーになります。この仮想ウェアハウスは後で詳細に説明はしますが、クエリを実際に処理するのは、このレイヤーの中にある仮想ウェアハウスっていうコンピューティングクラスターが担当しています。ちょっとここで一番お伝えしたいのは、先ほどのデータストレージレイヤー、データが置いてあるところと、このクエリを処理する部分。 がアーキテクチャとして完全に分かれているというところがスノーフレーク一番の特徴になってきますで。この分かれていると何がいいのかというのもちょっと後で触れますので、えっと、ひとまずスライドを先に進めます。とりあえずデータとクエリを処理するところは分かれています。最後にクラウドサービスレイヤーという層の説明に入ります。ここはですね、 先ほどデータを置くところ、クエリを処理するところを説明したんですけれども、それ以外のスノーフレークの各種管理とかは、えー、全部このクラウドサービスレイヤーというところが担ってます。スノーフレークのブレインといいますか、脳といいますか、司、まあ、令塔みたいなところと考えてもらえればいいと思います。例えば、認証認可ですとか、 メタデータを管理しているところですとか、あとは先ほど、クエリを実際に処理するのはクエリープロセッシングレイヤーなんですけれども、えー、と処理する前にクエリを最適化してくれるとか、プルーニングとか、そういったところのオプティマイザーもこのクラウドサービスレイヤーがなってます。あとはトランザクションの制御もこのクラウドサービスレイヤーが行ってくれます。はい レイヤーは先ほどの3つのレイヤーなんですけれども、えー、全体的にの注意点というか特徴として、ユーザー側がインフラを操作することはできません。これ、何度も言ってるんですけど、えー、完全な s a ズ s クラウド上のサービスですので、ユーザー側がちょっとインフラのスペックを上げたいとか、そういったことはできません。が全部管理してます。 でですね、次のインフラリソースは他ユーザーと共有というところなんですけれども、えっと、例えば AWS のスノーフレークを使ったとっいうときにスノーフレークのインスタンスというかスノーフレークそのものは全体で1個です。で論理的にユーザーがその全体のインフラのリソースの一部を使うというイメージになります。これちょっと共有って書いてるんですけどユーザーの 意図なしになんかデータが勝手に共有されるとか、設定が勝手に共有されるとか、そういうことではないです。もちろんユーザーごとに完全に分かれているんですけれども、インフラのリソースとしては、一つのものを使っているという形になります。ここで例外なのは、冒頭で言ったエディションのうち、一番あの最上位のエディションですね、一番あのトップに立っている、まあ、一番いろいろ機能とか全部あるエディション。 はバーチャルプライベートスノーフレークといってこの先ほど私が言ったインフラのリソースとしては1個というところとは別にそのユーザー独自の環境をパブリッククラウド上に作ってもらってそこを使うというエディションがあります。これに関しては例外になりますが基本的にはインフラリソースはユーザーと共有する形になります。はいはい で、スノーフレークのアーキテクチャについてお話ししたところで、何回か出てきた仮想ウェアハウスっていうのは何,何じゃというお話に入っていきたいと思います。仮想ウェアハウスっていうのは、データに対してクエリーを実行して、返ってきたデータをゲットする。 マシンになってますあのそれぞれに CPU メモリと SSD が備わっている、まあ、もう本当にコンピューティングクラスターですね。左の図で言うと、真ん中のデータベースのよくあるアイコンみたいな円柱がデータですね。先ほどのデータストレージレイヤーですね。周りの歯車がそれぞれ1個ずつの仮想ウェアハウスと思ってください。仮想ウェアハウスがそれぞれ独立並行して1個の データに対してクエリーを投げて結果を取得するっていう形になります。はい。でですね、えっとちょっとデータ周りデータ回りというかデータとクエリー周りのアーキテクチャの話にちょっと触れちゃうんですけれども、こうスノーフレイク以外。 のデータベースとかデータウェアハウスっていうのは、えー、左のあるようなシェアードディスク型のアーキテクチャですとか、えー、右のシェアードナッシングっていうアーキテクチャを採用しているものがほとんどだと思いますがスノーフレークはこのシェアードディスクとシェアードナッシングのまあいいとこ取りみたいなアーキテクチャになってますこの,図この図はまた後で詳細に説明するんですけどデータは 1>, 1個のところデータストレレーーージレイヤーに置きますデータをこうそれぞれ複製することは、えー、ありませんデータは1個のところに集中的に置いてクエリを処理するコンピューティング部分は、えー、バラバラにいくつでも用意することができますで用意したその仮想ウェアハウス、えー、クエリを処理するコンピューティングクラスターっていうのはそれぞれが独立並行して、えー、動くことができる この図で言うと、例えば BI ツールを使う営業用の仮想ウェアハウスを用意するとか、機械学習、データサイエンスチームがスノーフレグリ k のデータに対して機械学習する用の仮想ウェアハウスを用意するとか、組織の役割ごとに仮想ウェアハウスを用意して、それぞれ独立並行してクエリングすることができるっていうアーキテクチャになってます。仮想ウェアハウスのもう少しだけ細かい話をするんですが、 いくつで、も作ることができまます。事実上制限はありませんで。セレクト文とかの DML ですね、セレクト文とかアップデートとかインサートとか、ああいったものを実行したときに稼働します。ちょっと私、さっきのデモであまり見せなかったんですが、先ほどのデモの画面でクエリを実行するときに、実はどの仮想ウェアハウスを使うかって選ぶメニューがあって、 で、えっ、ー、とそこを選んでクエリを実行することができます。でもちろんいつでも止めることができます。でここに書いている通り自動レジューム、自動サスペンドができるので、例えばクエリを実行した後もクエリ何も実行しないのに仮想ウェアハウスを動かし続けてたらもったいないので自動的にクエリが実行されずに何分経ったら停止とか、えー、セーフト分が ちを実行したときに自動的にこの仮想ウェアハウスを立ち上げるとかそういったことができます。なんでかっていうとあの詳細な料金体系は説明しないって言ったんですが、えー、スノーフレークは仮想ウェアハウスが動いているときに費用が発生するので仮想ウェアハウス以外にもあの 先ほどのクラウドサービスレイヤーとかデータストレージレイヤーに置いているデータの量とかにも課金は発生するんですが一番メインどころの課金はこの仮想ウェアハウスが動いている時間の課金が一番 Snowflake の費用のメインですので、えー、とずっとこう動かし続けているともったいないので、えー、とだから自動サスペンドとか自動レジオンという機能もちゃんとあります。 でこの仮想ウェアハウスの性能ですね、スペックっていうのは、いつでも変えることができます。はい、仮想ウェアハウスのサイズ、あ先ほど、いつでもスペック変えれますよと言ったんですが、仮想ウェアハウスのサイズはあの T シャツのサイズの表記なんですね。だから一番小さいのはあの X スモールで 4XL まで上げることができます。その体感的に分かりやすくなっています。 で仮想ウェアハウスのサイズはいつでも上げることができます。ちょっと XS でこのクエリ実行して遅かったら遅いなってなったら、まあ、途中でやめて L とか XL にして実行して早く終わらせるっていうことがサクッてできます。でですね、ちょっとこの図の前にあの先ほど仮想ウェアハウスは動いている間だけ課金が発生するって言ったんですが それを聞くと、えー、例えば XS ですごい長い間、ゆっくりゆっくり実行するのとあの、すごい性能のいい仮想ウェアハウスで短く実行するとき、もちろん性能のいい、えー、とサイズが大きい仮想ウェアハウスほど動かしている間に対する課金の、えー、量は高い,高いので、一緒なんじゃないっていう。低くダラダラやるのと えとめっちゃいい性能でサクッて終わらせるのって結局費用的に一緒なんじゃないって思うかもしれないんですけど実はそうはなってなくて、えーとまあ、この図のグラフは10億件をアップロードする時に仮想ウェアハウスのサイズそれぞれ X モールであったら何秒とか X ラージであったら何秒っていうグラフなんですけれどもちょっと詳しくは言いませんけど、えー、と仮想ウェアハウスの課金単位は秒単位ですのでえっ、ー、と さっさとサイズを上げて短く処理した方がコストはお得になるようにスノーフレークはなっているので短く長々実行するよりかはもうサクッとさっさと上げて短く実行した方が時間に関してもお金に関しても得っていうふうになっています、はい、で先ほどはスケールアップの話をしたんですが逆にスケールアウトっていうのもできます あのスケールアップ、仮想ソの性能を上げたいときは、まあ、複雑な重いクエリをやるときにやったりしますがそうではなくてあのクエリはそんな複雑じゃないんだけどあのすごい大人数の人が何回も実行するみたいなときはこのマルチクラスター化っていうのをして対応することになります。 最大10個までクラスターを1個の仮想ウェアハウスで最大10個まで自動的に増やすことができますので例えば最小は1個最大時は5個っていう設定をするとその負荷に応じて普段は1個やし負荷がすごい高まってくると急がたまらないように自動的に最大5まで自動的にスケールをしてくれますっていう機能があります。 もちろん最小と最大両方とも10にすると常に10っていう設定ができますただこのマルチクラスターの設定は、えー、とエディションでいうと5つあるうちの3つ目真ん中ですね真ん中のエンタープライズエディション以上のみの機能にはなってるんですけれどもスケールインアウトもできるようになってますですのでまたこれ先ほどの図なんですけれども例えばデータサイエンスチームの機械学習は すんごい重い計算を走らせるけどそんな複数人が一気にやるわけじゃないから XL の仮想ウェアハウス1個でいいよと逆に BI ツールを通して営業が見るとき複雑な、まあ、例えば利益のレポートとか売上レポートみたいなものを何回も見ますと、まあ、複雑なレポートではないので、まあ、BI ツールで作ったシンプルな ダッシュボードでですのでクエリはシンプルだから1個1個の仮想ウェアハウスのスペックは少なくてもいいんだけど営業さんがみんな一気に同時に見るから何個も仮想ウェアハウスいるよっていう時は先ほど言ったマルチクラスターにしてスケールアウトするようにするとこの役割とかデータをどうしたいのかっていうのに合わせて仮想ウェアハウスをすごいこう柔軟に設定できるっていうのはスノーフレークの特徴の1つです。 はいでですね、私、先ほどデモで CSV をローカル PC から直接ロードしたんですけれども、えっと、本当の現場の運用は、まあ、いちいちあんなローカル PC の CSV を何度も何度もロードするわけにもいかないという現場が多いと思いますので、そういったときに対して、スノーフレークはこういうロードの仕方がありますよというのをお話しいたします例えば、スノーフレーク。 におけるデータローードの大まかなな流れれんですけれどもあのデータを、まあ、用意するのは一緒なんですけれどもそれをステージと呼ばれるものに置きますでその置かれたデータステージっていうのに置かれたデータをそのステージからスノーフレークのテーブルにロードするっていう流れがありますじゃあこのステージって一体何だっていうお話なんですがステージっていうのはスノーフレーク用の ファイルののリリポジトリみたたいいいなものとと思思っていただければと思いますスノーフレークにとって、ここに置いてあるファイルは、すごいサクッとロード、逆にアンロードですね、テーブルからファイルにエクスポート、すごい簡単にすることができるので、このステージにファイルを置くようにしておくと、日々のデータのロード、アンロードが非常に簡単にできますよっていう場所になってます。 でこのステージいくつか種類があるんですけれども今回は大まかに2つ紹介します。スノーフレークの中に持っているインターナルステージ内部ステージと呼ばれるものと外部ステージと呼ばれるスノーフレークの外にあるステージがあります。内部ステージは本当にそのままなんですが、 スノーフレークの外にあるステージっていうのは何なのかっていうお話なんですがこれは、えっと、ここに書いている3つのストレージサービスをスノーフレークのステージと見なしますよっていうことができます例えば S3 に、えっと、毎日 CSV 置いてんだけどっていうようなバケットがあった時にそのバケットをスノーフレークの外部ステージとすることによってもう,、えー、もうステージとして指定しちゃうと S3 からスッと簡単なクエリでテーブルに S3 から直接 CSV データをロードすることができます。Azure も GCB も同じようなストレージサービスに対応しています。図にするとこのような形なんですが、青い色の中が Snowflake なんですが、あの左のローカルファイルシステムというところから、 内部ステージにプット、まあ、ファイルを置いてそこに置いてあるファイルはいつでもコピー、まあ、ロードできますよとで逆に真ん中の S3 の図があると思うんですがそこからそこに置いてあるファイルをスノーフレークのテーブルに入れることもできますで左は図に書いてる通り、まり、あ、バルク、まあ、一括でドンとテーブルにロードするんですけれどもこの右のコンティニュアスって書いてるこれは何だってお話 なんですけれれども、これはスノーパイプという機能になります。スノーパイプっていうのは、まあ、スノーフレーク側が運用管理してくれる、まあ、ユーザー側からするとサーバーレスなサービスなんですが、ステージにファイルが新しく入ってくると、それをイベントとして自動的に検知して、自動的に新しいファイルが来たらロード、新しいファイルが来たらロードと、自動的に継続的にデータをロードしていく。 くれるサービスになってます。ざっくり言うとテーブルにデータをストリーミング配信するイメージと思っていただければと思います。この一括でドンってバルクコピーすることもできるし継続的にそうですね IoT のセンサーのデータとかは結構あの、断続的に、断続的じゃないですね、継続的にファイルを、例えば S3 にこう IoT のダーっとデータが入ってきたりするっていうことがあったりするので、そういう時にステージ、外部ステージとして指定して、そこにスノーパイプ使いますよって言ったら、継続的にロードすることができると。で、テーブルにデータ入れちゃえば、SQL で分析できるので、便利ですよねっていう機能になってます。 はい、で次に説明するのが、半構造化データですね、ちょっと聞き慣れない言葉かもしれないんですけど、えー、と JSON とか XML ファイルのことを半構造化データと呼びます、あの要は CSV みたいに、列と行とこう表形式じゃないデータですね、見たことある方はピンとくるかもしれないんですけど、えー、とこういったデータを Snowflake はそのままテーブルに入れることができます。 バリアントっていう型のカラムがあるんですがそこにそのまんま入れることができますでそのまんま入れた JSON ファイルとか XML にそのまんま SQL を実行することができますそのまんま入れた犯行増加データに対する専用の関数とかも Snowflake にはあったりしますちなみに対応している犯行増加データのファイル形式は 以下,のり下にスクリーンショット貼ってるのは、えっと、本当に JSON を本当にカラムに入れた時のスクリーンショットになってます。本当に JSON ファイルがそのまんま文字としてダーって入ってるっていうのがお分かりいただけるかなと思います。 これの何が嬉しいんだというお話なんですが、ちょっとその例を1つ、ピックアップしますね。例えば、セールスフォース c お使いになられている企業様、多いと思いますが、セールスフォースのデータを分析したいとなったときに、セールスフォースのデータを持ってこなきゃいけない、いろいろ手段はあると思うんですけれども、まあセールスフォースの API からごっそりデータを取ってきますっていうのが、一番メジャーかなと思います。 で大体こういう API から取ってくるデータの形式っていうのは、JSON だったり、まあ、最近もあんまりないかもしれないんですけれども、XML だったり、犯行増加データであることがほとんどだと思います。これをですね、データベースに入れて分析しようとすると、スノーフレクじゃない、他の方法ですと ETL の処理になりますので、い、えー、抽出してきたデータを、まあ プログラミング言語なり ETL ができる商用ツールを使って表の形式に変換してそれをデータベースのテーブルに入れるっていう ETL の流れがほとんどだと思います。これを Snowflake だと T と L が逆で ELT 先にロードしてから変換するっていうことですので JSON ファイルをそのまま入れられるので、入れた後にスノーフレーク上のクエリとかを使って、スノーフレーク上でデータを変換してきれいな表にするということが可能です。 スノーフレークっていう一つのちゃんとしたサービスにもう全部データを先に入れちゃうことでセキュリティも守られるしデータがバラバラになったりしないですもうデータは全部スノーフレークに集めましょうっていうことができるので管理も楽だしセキュリティ的にも安心ですし作業も楽っていうことで非常に反構造化データの扱いっていうのはスノーフレークのメリットの一つとなってます。 最後にタイムトラベルっていう機能に関して説明したいと思います。ちょっと時間がギリギリになってきたんですけれども進めたいと思います。皆さん、このウェビナーを申し込んできていただいている方、一度や二度必ずこうデータベースとかで失敗,失敗というか アクシデントに遭遇したことととがあるかと思いますちょっと人間ですのでどうしても間違ってテーブル消しちゃったとかデータを消しちゃったですとかシステム側がエラーを起こしてデータがなくなっちゃったとかそういったことあるかと思います。でまたそれらを防ぐためにバックアップを取るんですけれどももちろんバックアップも時間がかかったりしますしそもそもエラーを防ごう。 エラーを防ぐための技術、スキルですとかそれを管理するコストもかかってくると、まあ、結構アクシデントに対する対応って結構大変ですよねというところがあります。スノーフレークはそれに対してどういうソリューションを用意しているのかというのが、えー、タイムトラベル機能というものになります。字面だけ見ると、えー、過去のデータに対してクエリをかけられるし過去のデータをコピーてくることもできるし 過去のデータをリストア、復帰させることができます。それができるのはデータベーステーブルスキーマですね。どういうことかっていうと、これ、エディションによるんですけれども、5つあるうちの3つ目のエンタープライズプラン以上ですと、最大90日までデータを遡ることができます。例えば、私が先ほど作ったあのデモで作ったあのテーブルに対する タイムトラベルを30日に設定するっていうのが、まあ、すごい簡単なクエリで設定できるんですけれども30日って設定すると30日経った後にそのテーブルの今の状態じゃなくて30日前の状態に対してこういうクエリをかけたいっていうのができるようになります30日っていうセットをするだけでユーザー側はあとは何もしなくて大丈夫ですタイムトラベルの設定した日付をもう いつででも遡ることができます。例えば、えー、っと先ほどの例で言うと30日前の状態のデータのテーブルに対してクエリをかけるとか30日前の状態のテーブルを別のテーブルに複製するとか30日前の状態に今のテーブルをリストアするということができるようになります。 ですので、もう自動的に30日設定したら30日までのバックアップがもうスノーフレーク側で取られているみたいな感覚でいることができます。はい、じゃあ、さすがにタイムトラベル、最大日数を過ぎちゃった場合、セットしていた日,日数を過ぎちゃった場合はどうしようもないのかっていうところが気になるんですが。えっと もう最後のロスタイムみたいな形で、えー、フェールセーフという機能がありますこれはタイムトラベルの有効期限を過ぎたデータをもう本当に最後のラストチャンスじゃないんですけど7日間、えー、保持してくれます先ほどの例で言うと最大30日セットしてたら31日以降はタイムトラベルはできないんですが、えー、とフェールセーフという期間に入るのでさらに7日間はギリギリ保ってくれます その代わり、フェールセーフに入ったデータを復元するときは、スノーフレーク社に連絡を取らないとダメです。タイムトラベルはユーザーがいつでもアクセスできるんですけれども、フェールセーフに入ったデータはユーザーは好きなようにアクセスできないと。本当のロスタイムですね。ですので、基本的にはタイムトラベルの期間内でやって、本当の本当の,本当の最後っていうところで、フェールセーフっていう機能を使う。 ことになりますフェールセーフはエディションにかかわらず使うことができます。はい、でちょっと、えー、いろいろ盛りだくさんでお話ししたんですが、本日お話ししたことを総括すると、スノーフレークはクラウドの SARS 型のデータウェアハウスですよと、データを置く場所とクエリを処理するところが分離してますよ。 でそのクエリを処理する仮想ウェアハウスは好きなときだけ動かすことができますよ。スケールアップ、ダウン、スケールアウト、インもできますよ。で、スノーフレークはステージを使ってデータをロードすると非常に効率よくできますよと。スノーフレークは反構造化データ、JSON とか XML とかをそのまま入れて扱うことができますよ。 スノーフレークはタイムトラベルという機能があるので、過去のデータにいつでもアクセスすることができますよというところが、今日お話しした内容になっています。でまあ、またこの図が出てきたんですけれども、まあ、仮想ウェアハウスを各役割ごとに用意するとか、別途スノーパイプを使って IoT のデータを常にテーブルにロードするようにできるとかで、そのデータをデータサイエンスチームが機械学習するとか。 そういったことが Snowflake1 個でできるようなものになっています。他にもいろいろセキュリティですとか、キャッシュの機能ですとか、データシェアリングとかいろいろ機能あるんですけれども、ちょっと本日のウェビナーではここまでのお話をさせていただきます。はい。ということで、ウェビナーの内容に関しては以上になるんですけれども、えっと、Snowflake の無料トライアル ございますので、もし今日のウェビナーを聞いて気になった方、ちょっと触ってみたいという方は、えー、こちらの URL から、えーと、こちらの URL って言っても、今ちょっと共有しているスライドからちょっとクリックできないと思うんですが、後日共有しますので、ここからトライアルしていただくとか、たぶんググっても出てくると思うんですけど、 ここからトライアルしていただくとか、もうちょっと細かい機能を知りたいとか、他にどんな機能があるのっていう方は、弊社の技術ブログですね、デベロッパー材用のスノーフレークの記事を見ていただいたりしていただければと思います。はい、ウェビナーのの私からのお話は以上ととさせていいたた。だきまます。ありがとうございました